日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？行楽の秋、家の日本大捜査、オータムバケーション in Japan。 今週はジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅、途中下車北東北から北海道へ、第10章、青森県田舎館村。先週はリゾート白神で鰺ヶ沢駅下車、日本のアイドル犬わさおと出会った後は津軽鉄道が通る芦野公園でランチタイム。今週は五所川原駅からリゾート白神で約30分、川辺駅に到着。この地域でとっても有名なのは田んぼアートです。田んぼのアート、これだね、田んぼのアート、田んぼアート、田んぼアートです。おい、リエ、うん、どこがアート？このいろんな色が混ざり合って、なんだかよくわからないんだけど、想像力を膨らませる、これがアートです。レイアヤン、古くない？俺の大名がと、リエさん、はい、これ見て、何これ？タワー。違うよ、どう見ても暖房台、展望台や。展望台、ね、暖房台じゃない、展望台。多分この後ね、展望台から見るとわかると思う。はいね、ちょっと寄ってみ。うん、はい、メリルイドンコンゲージャーレイアーヤン。この弥生の里展望台に登ると、そこから見えるのは、うわー、うわー、すごい、うわー、立派、おしゃれや、パルタセニー、ハムランチュウヤン、ウルトラマンじゃん。わー、かっこいい。あれ、田んぼだよ、これ。これ田んぼ？そう、これはね、うん、宇宙人が作ったじゃないの。なんかの地上絵じゃないよ。すごいね、誰が作ったの？来てみ。すみません、あさりさん。はい、こんにちは。こんにちは。誰が作ったんですか？これはですね、はい、宇宙人ではなくて。宇宙人ではない。私たちが作りました。これ稲ですか？これ稲です。すべて、はい、違う種類ですけども、色のついた稲です。あの黒い部分も稲、はい、全部稲ですね。これは完成までどのくらい時間かかるんですか？はい、これはですね、田植えをしてから約2ヶ月間でこういうふうに色が出てきます。へえ。じゃあここはこういう色が出てくるも全部計算して。はい、そうです。作る時にはじゃあ見えてない？はい、見えてないですね。難しいね。難しい？難しいです。難しい、はい、でもいろんな絵を作るんですよね。はい、そうです。これお米ですよね？これお米ですか？お米です。でどうなりますか？この食べられるお米になるんですけども、周りの緑の部分は食用の稲ですので、食べることができます。食べるんですか？食べます。食べる、贅沢。おー、ウルトラマン、ハムランチュー、食べたいな。ねえ、あの黒い部分は何ですか？あれはですね、あの紫稲と言いまして、観賞用の稲なんですが、やっぱり食べることはできるんですけども、美味しくはないです。うん、なるほど、はい、毎年やってるんですか？はい、毎年やってまして、今年で21年目になります。21年、そんなに？はい、じゃあ代々たくさんの作品があります。ある、はい、毎年変わる。毎年変わります。じゃあ毎年見に来る人もいますよね？います。へえ、最初に見に来た人もう21歳なの。すごいですね。そうですね。今年は他にもあるんですか？はい、はい、ここの他にもう一箇所あります。もう一箇所、はい、あとはそこには何が？ですね、オイランという、まあ、日本の、まあ、オイランですね、はい、とハリウッドスターという名前なんですけども、マディリン・モンローが描かれております。へえ、いつ見られるんですか？はい、毎年ですね、田植えが5月の末から6月の最初、どちらかの、日曜日に行われています。でその次の日から見ることができるんですけども、見頃は7月中旬から8月中旬です。あ、夏の時、はい、で、最終日はですね、10月の体育の日というのがあるんですけども、10月の2週目の月曜日ですね、でそのくらいまで見ることができます。それが終わると刈られてしまう、はい、刈り取ります。やっぱりこうやって上から眺めるのがベストですよね、はい、そうですね、下から見ても何も、うん、何が植えられたか分からないので、こんなの分からなくて上に上がってきて、はい、わーって。そうです。でこの場所から、はい、見た時に一番綺麗になるように植えてますので。あ、それも設計されてるんだ、はい、そうです。あっちに駅があるんですけど、はい、田んぼアート駅っていう、なんかプレハブみたいなやつ、はいはいはい、
あれもこのために作ったんですか？実はですね、あの要望がありまして、すぐあのそこを線路が通ってましたので、駅、本当の駅はすぐそこにあるんですけども、あの、まあ、利便性を考えてここに作ればまたあの利用者が増えるんじゃないかと、はい、であの、まあ、事業主さんが、作ってくれたんですね。このここに近くなるように駅も作っちゃった、はい、ホイヨンゴンユみたいね。すごいね、本当だ田んぼのホイヨンゴンユだ。田んぼアート駅から港南鉄道港南線で約20分、平川駅到着。今夜の宿泊先、南田温泉に向かいます。到着。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。おお、ねぶた。立ってる。青森だから、かっこいい。ね、このホテルすごいんだよ。うん、チュンボーピンゴア。カムさんかい？ご飯食べるのもリンゴがいっぱい。ワンチュンもリンゴ。ワンチュンもリンゴ？そうだよ。スパーみたいなやつ。リンゴがいっぱい浮いてるんだって。本物？すごい可愛い。楽しみ。本物。なんでチュンボーピンゴなの？ここの経営してる方がリンゴの卸なんだって。だからリンゴがいっぱい。あー、ベッドは？ベッドもリンゴだったらどうする？硬いよね。じゃあ、行きましょう。はい。それでは早速、お部屋チェック。わ、綺麗。あれ？何見てんの？岩木さん目の前。岩木さん、わ、うん、かっこいい。お、大きいやつ。そう、あれは観音様です。すごいね、あんな大きい観音様。寝かせてちょこっとの。不動産の神様ではないの。リンゴの神様。リンゴの神様。リンゴくんやん。もう頭から出てきた、このリンゴ。ここに入れば出てくる。あ、リンゴホテルだから。リンゴホテルだから。あれ？ん？何やってんの？あ、ここリンゴ。あ、ここリンゴある。すごいな。どっからもらってきた？冷蔵庫があるんだよ。冷蔵庫、あ、ウェルカムフルーツだ。そうですよ、ウェルカムフルーツ。全部屋にあるって言ってたよ。そうだね。うん、せーの、はい、はい。お、うわー、リンゴだ。あっちにもこっちにもリンゴ。さらにこんなユニークな施設も。リンゴ、リンゴ、ピンゴ、ピンゴ、チュンボピンゴは楽しいね、これ全部リンゴだよ、これ浮いてる。ほらほら、サッカーみたいな、これこんな贅沢が許されていいの？すごいね、ほら、そういう、すごいよね。あ、いい匂い、うん、リンゴの匂い、なんか幸せな気分になるよね。で、この温泉はすごく肌にいいんだって。マジ？うん、美肌の湯。おで、そこにまたリンゴが浮いてて幸せ気分にもなれる。え、温泉のことは、うん、露天風呂とかあるの？露天風呂もあるよ。で、その中にもリンゴもあるの？浮いてるんだって、いっぱい浮いてるんだって。これ本物だね。そうだよ、なんか幸せじゃない？リンゴがいっぱい浮いている中に入って、もうリンゴの国だね。これ初めて見たんだ。初めて見た、世界唯一だと思うよ。あ、リンゴある。リンゴ、そうだよ、これは部屋から持ってきました。なぜかというと、リンゴの足湯に浸かりながらリンゴを食べる。え、俺？で？うん。シア？いけ！リンゴナイトはまだ続きます。続いてはリンゴディナーです。リンゴー、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 リンゴの時間です。え、何がリンゴあるかな。リンゴいっぱいあるよ。リンゴプリン、ちょ、それはリンゴのじゃない、それは茶碗蒸し。リンゴのエビ、どう見てもお刺身。そうですね、リンゴはまずこちら 100% リンゴジュース、青森の、しかもホテルのオリジナル。オリジナル？オリジナル、うちらしいじゃん。うん、大笑いあなたはそっちだよ。あ、そうなの。あと他は？あとはこれがリンゴのキミスあえ。リンゴを卵で和えてある。卵、うん、あれ、ちょっとあの納豆みたいな感じ。納豆じゃないよあ、意外と相性がいい。リンゴみたいリンゴもちょっとリンゴじゃない、リンゴみたいサクサクで卵の味もする。マルトだけどね、美味しい。あとこれもリンゴ。あ、リンゴの冷製スープ、ココナッツミルクみたいだけど、ね、うん、タピオカ入ってそうだよね。あ、ちっちゃいチップが入ってる。あ、リンゴの肉、リンゴの粒が入ってる。うまい。それからこれがリンゴの天ぷら。どこがリンゴあるの？これリンゴなの。あ、これか。これがもうリンゴなので、中にね、ホタテが入ってる。え、じゃあ青森の日本一が2つ重なりました。
リンゴとホタテ。ホタテ。ああ、噛んでみる。あ、うまい。おいしい。入ってる。ちょっとほら。あ、おいしい。なんか会社におるとリンゴがそんなに合うんだ。おうまい。すごい創作だよね、うん、アイデア。やっぱりリンゴ世界一は違うね。あといい香ばしいものあるよ、うん、うん、これじゃじゃーん、じゃーん、リンゴのグラタン。うわ、おいしそうだよね、リンゴのグラタン。これ子供大好きだと思うよ、うん、わわわわわ、これいわゆるリンゴ三昧、リンゴアップルナイト。食べましょう。リンゴ。お茶。乾杯やん。